テッド・デビアス・ジュニアは、アメリカ合衆国の男性プロレスラーであり、映画俳優。ミシシッピ・シュークリントに出身。ミリオンダラーマンテッド・デビアスの息子にあたる。また祖父は、往年のレスラーである、アイアン・マイク・デビアス。さらに兄のマイク・デビアス、弟のブレッド・デビアスもプロレスラーである。なお、上記の工業では、父と同じリングネームで活動している。 2001年、クリントン高校を卒業。高校では、アメリカンフットボールで活躍し、クォーターバックを務める。ミシシッピ大学に進学後は、アメリカンフットボールと共に、サッカーも経験し、2005年に卒業した。大学卒業後、兄と共に、ハーリーレースレスリングアカデミーでトレーニングを積み、2006年7月8日に、WLW でプロレスデビュー。 2007年4月1日にはノアに留学し、工業に参戦し、また合宿所でのトレーニングや裏方作業も行った。5月には、当時、川畑明陳と、志賀健太郎が保持していた、グローバル、ハードコアクラウン無差別級選手権に、エディ・エドワーズと組んで挑戦。敗北し、敗者へのペナルティとして、パンチパーマの素晴らしさを、アメリカで広めることが課せられた。 2007年7月に WWE と契約し、スティーブ・カーンの主催する FCW でトレーニングを開始する。12月18日には TJ ウィルソンに勝利し、FCW 南部ヘビー級王座を獲得するが、その後左膝骨折、指の骨折などの怪我により防衛戦を行えず、2008年1月19日にパートナーのヒース・ミラーに王座を譲った。 2008年5月26日の RAW でヒールとしてデビューし世界タッグ王座を取ると宣言。6月の WWE ナイトオブチャンピオンズ2008でハードコアホーリーコーディローデスとの世界タッグ王座戦でミステリアスパートナーが来ないまま試合開始となる。するとコーディローデスがハードコアホーリーを裏切り DDT を決めるとデビアスがフォールを奪い ミステリアスパートナーは、コーディだと、明らかにし、デビアスコーディが新王者となった。8月4日には、ジョン・シナーバティスタ組に王座を奪われるが翌週、王座奪還に成功。その後は、クライムタイムにベルトを盗まれたことにより、彼らとの抗争を開始。またこの頃からランディ・オートンとも対立し始める。 9月頃からマヌを仲間に加え、3人で活動。10月末には、CM パンクコフィキングストン組に敗れ、王座を奪われる。11月に対立状態にあった、オートンの試合に乱入したことにより、パントキックを浴び、戦線を離脱した。2009年1月に、レガシーを追放されたシム・スヌーカ、マヌと共に登場するがマヌとスヌーカーを裏切り、レガシーへ加入。 以降は、オートンの試合に乱入しては相手を襲撃するなど、コーディと共に、オートンをサポートした。ローデスと共に、トリプル H の王座獲得を阻んでいたため、d ジェネレーション X 再結成のきっかけを作ってしまい、構想を繰り広げ、ブレイキングポイントではデラックス相手に勝利するものの、ヘルインがセルで破れ、構想は終了した。その後は、 ブラッギングライツの予選試合で、ローデスに敗れ番組対抗戦の出場権を奪われたり、ローデスと組んで、オートンとシナと戦ったタッグ戦ではシナに気を取られていたオートンを、後ろから丸め込みフォールを奪うなどして、仲間との関係も微妙なものとなっていった。翌週組まれたオートンとのシングル戦で懲罰を受けたが、ブラッギングライツでローデスと共に、オートンを援護するなどして一度は、 元の鞘に収まったものの、やはりレガシーのリーダーであるオートンとの関係が、徐々に険悪なものとなる。そして2010年3月28日のレッスルマニア26で、トリプルスレッド形式で、オートンと戦うガローデスは、オートンのパントキックを浴び、自身は RKO を浴び、オートンに敗れる。これによりレガシーは、完全に解散となった。レガシー解散後は、 父親のギミックを受け継ぎ、ミリオンダラーベルトを持ち、バージルを従えて登場。アールトゥルーストの交想終了後は、バージルを解雇して、マリースをマネージャーにし、恋愛ストーリーが開始された。10月の RAW で、ゴールダストにミリオンダラーベルトを盗まれたことを、きっかけに交想を開始するが、ゴールダストが NXT で指導している、アクサナにも妨害されて、 ベルトを取り返せずにいた。11月15日、オールドスクールエディションと銘打って行われた、スペシャル版の RAW で、ゴールダストは、正当な持ち主であるデビアスに変換し、構想は終了した。NXT シーズン4では、ブローダスクレイを指導するプロとして登場している。 しかし2011年1月26日の NXT で勝てば好きなプロと自分のプロを交換できる4ウェイエリミネーションマッチでクレイが勝利。クレイは散々な仕打ちを受けていたためデビアスを見捨てアルベルト・デルリオを選んだ。そのためデルリオのルーキーであるコナー・オブライアンがデビアスのルーキーとなるはずであったがオブライアンはすでに脱落してしまっていた。 4月25日に行われたドラフトでスマックダウンに移籍。スマックダウンに移籍後、コーディと行動を共にしていたが、連敗続きだったために、コーディに見捨てられてしまった。これを機にベビーフェイスに転向し、ナイトオブチャンピオンズで、コーディと IC 王座戦を対戦するが敗戦。その後は、ジンダーマハルやフニコカマーチョを同時に相手取り、 それぞれに一心一体の構想を繰り広げたが腕の負傷により休場。8月より復帰するがサタデーモーニングスラムへの出番が多かったために日本で放送している WWE 系列の番組では見られなかった。2013年8月26日 YouTube のテッドが登録しているチャンネルであるテッドジビアセジュニア TV にて WWE との 契約を延長する意思はないとして対談することを発表した動画を投稿した。WWE 対談後10月12日にフエイに参戦。コルトカバナと対戦しドリームストリートを決めて勝利した。ありがとうございます。